ぴったりだった攻防の角打ち渡辺明名人が今シリーズ初勝利第81期名人戦7番勝負第3局。 大阪府高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で13から14日に行われた第81期名人戦七番勝負の第3局毎日新聞社、朝日新聞社主催、大和証券グループ協賛、高槻市など地元主催から一夜明けた15日朝、今季シリーズ初勝利を挙げた渡辺明名人39が取材に応じ、この一手がさせたから勝ちに結びついたという手がない不思議な勝利だったと複雑な心境を口にした。何回も繰り返し読んでいた。 終盤で決め手の三三角、七十七手目と指すまでに、1時間33分を要したことについて、兆候の内容を改めて問われ、地玉を積む、積まない、の同じ手順を何回も繰り返し読んでいたと明かした。四五同歩も検討したが、よりが戻ってもおかしくない気がした、と話し、三三角を指したときに、地玉に積みがないことを確認する時間だったと言う。 終盤、残り時間を藤井聡太、王将、20より1時間以上残していたが、意識的に時間を残したわけではなく、途中から先手の自分はこれしかないという手が続いた。むしろ後手は常に3から4択で悩ましい将棋が続いたと述べ、藤井聡太、王将の方が考えることが多い展開だったためと説明した。作戦練り直したい。21日から福岡県飯塚市の麻生大浦荘で行われる第4局に向けては、第3局で一つ、白星を返すことができた。 次戦は後手つないで第2局と同じ手番になるので作戦を練り直していきたいと第2局も踏まえて準備を整えたいと言い反撃を期した渡辺明名人に藤井聡太竜王が挑戦する第81期名人戦7番勝負主催毎日新聞社朝日新聞社は第3局が5月13日の14日日に大阪府高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で行われました 対局の結果、87手で解消した渡辺明名人がスコアを1勝2敗としました。挑戦者の作戦は、元気。開幕2連勝を飾った藤井聡太竜王は、後手として迎えた本局で、序盤早々に角度を止める趣向を見せます。角側利子しかけ金の研究勝負を避けて、藍井美社の力勝負に持ち込む狙いがあり、これによって局面は全局に続いて、力戦調の序盤戦に落ち着きました。 藤井聡太竜王が雁木囲いに組む間に、先手の渡辺明名人は、自玉を櫓囲いの剣人に収めて、戦いの時を待ちます。定石のない展開を前に、1日目から共に長考が続きます。駒組みが頂点に達した局面で、藤井聡太竜王は、6筋の歩を突いて、先端を開きました。角の睨みを生かした後手からの攻めにぴったりとした受けがないと見た。渡辺明名人も、攻め合いで応じ、ここから局面は、激しい攻め合いに突入します。 渡辺明名人が記した封じ手が開封されて二日目の戦いが始まりました。勝負を分けた二度の角切り。盤面全体を使った押し引きの末、手番を得た後手の藤井聡太竜王は負の手筋を駆使して先手陣を乱しにかかります。叩きの筆で金を引きつけておいて、飛車を走ったのが軽い裁き。直後の十字飛車と連動したこの攻めがうまく、藤井聡太竜王がペースを掴んで、盤上は中盤の山場を迎えます。 先手の渡辺明名人が角交換を迫って開き直った局面が分岐点となりました角をかわして穏やかに指す展開も予想された局面で藤井聡太竜王は角を敵銀と指し違えて一気の決着を求めます終盤は駒の損得より速度の要領で先手玉への寄せを見た形ですがこうなると主勢の渡辺明名人にも手持ちの角という主張点が生まれました 今度は、手番を得た渡辺明明神が、盤上の角を捨て、後手陣に龍を作って、局面は終盤戦に入ります。華麗な詰めろの彼の必死で、渡辺明明神が勝利。自玉に受けがないと見た、後手の藤井聡太竜王は、しつこまの桂を取って、下駄を預けます。素直に応じれば、龍斬りから一気に先手玉を即積みに打ち取る狙いながら、渡辺明明神は、ここで攻防の決め手を用意していました。 後手の守備系の危機があるところに角を打ち込んだのがそれで自玉の積み筋を緩和しつつ後手玉に必死をかけるという条件を見事に満たしています終局時刻は20時20分最後は自玉の即積みを認めた藤井聡太竜王が投了渡辺明名人が防衛に向けて大きな一勝目を挙げました渡辺明名人の一勝2敗で迎える注目の第4局は5月21日日22日月に福岡県飯塚市の麻生大浦荘で行われます